日本三大提灯祭りの一つ。二本松の提灯祭りは、350年以上の伝統を誇ります。二本松城、城主の二羽光重が、良い政治を行うためには、領民にまず敬神の意を高揚させること、と考え、二本松神社を領民なら誰でも自由に参拝できるようにして、さらに神輿を渡御したのが、祭りの始まりと言われています。踊りが主だった祭りは、いつしか今のように太鼓台と提灯が、その中心を担うようになっていきます。その歴史が今に引き継がれ、夜空を彩る幻想的な祭りとして、今も地元の人の大事なイベントとなっています。Thank you.
Thank you.